演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちっちが業務スーパーで買ったずんだ餅と自慢の白玉団子を食べたいと思います。以前プチ大福を食べたんですけど、それのお仲間ですね。さあ、てどんな、食べていこうかな。じゃあ食べて、まあ、どんな味なのかな。まずはこのずんだ餅の方、ちょっと重いな、これ。あらら、くっついちゃったよ。はい、1個あたりはこんな感じですね。ではちょっと中身を拝見。おお、ずんだだけで緑ですね。これは美味しそうだ。ではいただきます。ずんだ餅、ただのあんとはやっぱり違った美味しさがありますね。体にもいいのかな。お次は白玉。やっぱり白玉なんて何にも入ってませんね。中身も当然ありません。でも美味しそうですね。ではいただきます。白玉はやっぱりシンプルですね。何か味欲しくなる。ずんだ餅の方はちょっと、いわゆるあんパンとはちょっと違った、ざわっとした舌触りのあんが口の中でエンドウ豆の旨味をクワッと広がってくれて、とっても美味しかったです。やっぱりあんパンとかとはまた違った美味しさがありましたね。で、白玉団子は余分なものが一切ない、弾力だけで勝負、もち米の甘さだけで勝負といった感覚がありますね。あとは感じがありました。噛んだ瞬間にもち米の甘みが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。でもこのまま食べ続けるのはさすがにしんどいので、こちらに用意してあるぐらってますか、少々お待ちください。栗、たいいっぱいの栗ぜんざいの中に入れて食べたいと思います。あー、どんこれも美味しい。チャンネル登録よろしくお願いします。入れ終わりました。重いので、もうこぼれないうちに早速食べますね。ではいただきます。ぜんざいにするとやっぱり変わる。あんこの甘さがいい。栗もホクホクで、食べるのはやっぱ大変です。ぜんざいにするとあんこが程よく絡んで、また美味しく、これまた美味しさがありましたね。ただぜんざいにするならずんだ餅だとちょっとずんだの味が入ってきてしまいますね。まあ当然ですけど、白玉の方がよりいいかもしれませんね。ちょっとあん同士がぶつかってしまう部分がありましたので、なのでぜんざいにするなら白玉をおすすめします。まあやっといて言わさら言うなって話ですけどね。白玉、ずんだ餅はどちらも美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。でもずんだって結構マイナーな感じなんですよね。美味しいのにもっといろいろ食べたいな、いろんなところでね。ご視聴というわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。